続いていくならそれで正解、それが正解。
ましたね。あ、始まってるっぽい。これはこれどうやってコメントが見れないのかしらね。見れるのかな。見れるはずなんだけど、ちょっといいですか。すいません。さあ始まりました。さあ今この時間は見慣れていただく時間です。どうなんだろう。はい、こんばんは。こんばんは。今日は2日目で、お届けしております、テンダーザライブ2ということで始まりました。私がテンダーです。お集まりいただきありがとうございますね。そんな感じでこのいつもね家でやる配信ライブとは全然違う独特の空気感でお届けしています。今こっちですか。ね、見慣れていただきましたかね、このピアノ越しの。ということで今日は、グランドピアノですね。このもうスタインウェイのグランドピアノと身一つと思ったんですけど、まあここにちょっと違う楽器を置いてあったりとか、まあそんな感じでね、緩やかに皆さんがこうテンダーの部屋に遊びに来たよっていう感じで楽しんでもらえたらいいなと思います。さあコメントがね見れるのかしら。どうですか。あー、 OK、 ありがとうございます。ユニバーサルOK、 あ、すごいすごい。あ、見れました見れました。なるほどね。はいはいはい。まあという感じでね、だいぶ緩やかにやってきますけれども、さっき DVD で見ました。いっぱい来てるね。ありがたいですね。いっぱい癒しの声とんでもないですね。あ、よかった、皆さん見れてるそうで。音の途切れはどっちのもんだ。まあでもあれなのかな、家庭の環境とかにもあるんですかね。電波状態とかもあるかもしれない。もしあれだとちょっと入り直したりとかしたらつながりやすいかも知れないですね。すごいコメントがね早い。この綺麗に映ってますよ。恐れ入りますね。お邪魔いたします。韓国から聞いてます。おお、いいですね。結構さっきもインスタグラムで一瞬やったんですけど、オランダから見てるって方いらしたりとか、結構海外からね見てくれてる人もいるのかな、もしかしたら。ありがたや。まあそんな感じで、せっかくね、お、ありますか。あー、すごい、ありがとうございます。あ、すごく見やすいね。そんな感じで、まあなんかこうお話ありき、音楽ありき、笑いあり、涙あり、平和な空間って感じでやっていこうと思います。じゃあまあやりますか。Thank you.
頃合いのいい頃に話を聞かせて、歩み出すその時に心に刻むんだ。ああめくりめくその度にこぼれてはつながっていた涙と一瞬の光、すべての風景を重ねてこなんて、重ねてこなんて、重ねてゆきたい二人の記憶を、変わらない過去も不確かな今も、その声聞かせて、目まぐるしいその時に心に浸すんだ。めくりめくその度に満たされて連なっていた、さらばよ一瞬の光、すべての風景を重ねてこなんて、重ねてこなんて、重ねてゆきたい二人の記憶を、変わらない過去も不確かな今も、その記憶を、変わりのないその過去も、不確かな今も、ララララララ、はい、こんな感じでやっていきます。よろしくお願いします。ねえ、こんな感じですよ。今日はいろいろね、仕込んできたようで、その場の思いつきでやっていきますから。じゃあここでカモンビートよ。
大変で大変で大変でってって大変で楽しい分だけ嬉しい分だけ優しい分だけ夜をつなげて、夜をつなげて悲しい時には虚しい時には寂しい時には朝に託して思い出していつかの公園で振り向かせた君は体に染み出す朝の兆しみたいだ溶け合うようにさ響かせてたい So I 他に例えようがない今を作り明かそう足元カメラがあるんですね。どこにあるの？足元カメラ。思い出して。夜の街灯みたいだ溶け合うまでさ響かせてたい So I 他に例えようがない今を抱いて眠ろうか出て曲でした。あれ出ます。はい。しょ。はい、ありがとうございます。このね、
いいですね。2カメあるっていうのはなんかこう嬉しいですね。やっぱりね、ちょっとじゃあこっちあっちがこっちが2ですかね。2カメ1カメ2カメ1カメっていう感じでねやっておりますね。ありがとうございます。さあどんなお言葉が来てるんでしょうか。拍手マークがたくさん来てますね。いろんなところを取られてましたそうですね。足元はどういう感じだったんですか。ちょっと今足元を映してもらってもいいですか。なるほどね。こういう角度なんですね。なるほどなるほど、理解しました。いいですね。あのローファーもね、あの喜んでますから、やっぱりこんな感じでね、あの緩くやっております。さあ、まあ、プリズマティクスってね、アルバムが無事にリリースされた記念ということで、昨年もちょうどやったんですけど、テンダーザライブっていうんですね、まあ、普段はあの SNS でのこう配信ライブが、まあ、こうなんとなくなんていうんですかね、世の中の匂いを嗅ぎつつ、そろそろかな、頃合いかなみたいな時にいつも気まぐれでやってるんですけど、まあ、このアルバムタイミングで、まあ、記念をね意味して記念ということでね、こう YouTube でやらせてもらってるわけです。まあ、改めて、2400人の方が今見てるそうで、ありがとうございます。本当にね、ローファーも喜んでるわ、適当すぎてまあそれはねしょうがないんです。まあ適当に適度にやっていこうと思います。まあそんなプリズマティクスというプリズマティクスというねアルバムをリリースしたもんだったので、今朝はラジオをちょっとやってたんですけど、ラジオにこう出演させてもらって JWAVE 東京モーニングレディオというラジオに出て、まあ、その時に、まあ、それをやりつつ、まあ、今夜何やろうかなってことをこう考えて、グランドピアノがあるってことはもちろん、承知の上でも、なんかこうベースを弾きたいなってことをね突然今日考えまして、実はこの映せるのかな、映しながら移動しようかな、ね、こちらに今オーベースが、あります。よいしょ、すごい、カメラが入れ替わるってことですか。あ、そういうわけではない。おお、すごい。あ、大丈夫です。怪我ないですか。まあ、せっかくアルバムリリースしたってことで、僕も今日初めて家でやってみて、あのできるかなと思いつつ、ちょっとやってみようと思います。よし、レッツゴー。バイバイ。はい、こいしょ。空から見下ろす街、あらままか不思議、思い思われ振り振られ忙しそうな人たち、あらままか不思議、寄り添い離れ釣り釣られこぼれ落ちるよ夢たち、ああ私もあなたもこの世の一部、そうみたい、よかったねよかったな、この世は小さな世界です。
りたいだけです。雨のち晴れよ、おなじみの空模様。昨日まで笑っていたのに、あらまあまか不思議。見ざる聞かざる言わざるが正しいと限らないのに。ああ、私もあなたも他の誰かさんも愛するすべてがこの世の一部。そうみたい。よかったね、よかったな。この世は小さな世界で、よどみもない気持ち守りたいだけです。浮かぶ笑顔もこの世の一部。雨のち晴れよ、おなじみの空模様。クラウドという曲でした。ありがとうございます。もうこのままベースの弾き語りを初めてやろうかなと思いますいいかな。じゃあちょっとリバーブもかかってます。見ての通りさ、笑顔任せで、お弱さもキスもほどけては隠せない。忘れたよ、のらりくらり暮らすように入れたら、できればそれなら気楽さ。楽じゃないよな、それも笑えないとしても、悲しみを燃やすのはなし。いっそ溢れさすのさ、見ての通りさ、イメージに任せて。恥ずかしさもない
夢に浸りましょう。ああ覚めるなせせこましい日の始まり、絶望は情の開き、欲望が刺す無口、楽じゃないよな、それも笑えないとしても、悲しみを燃やすのはなし、いっそ溢れさすのさ、愛の先の楽、奪わせはしないから、嘆きもそう叫びも許すくらいは言えるさ。ああなんてなんそれも笑えしたら、忘れてた映画を見ようか、いっそそして泣くのさ、見ての通りさ、笑顔任せで、それでもいつか明日を見れるか、ララ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 、はあ、緊張しますね。いや、なんかこうグランドピアノもあるんですけど、なんかこういう、まあ、普段は配信ライブではですね、まあ、ピアノとか、まあ、家のこの PC の音源とかを使って、まあ、LP の音とかそういうのを使ってよくこうトラック流しながらやったりするんですけど、なんとなく最近ちょっとベース弾きたいなっていうところで、やらせていただきました。ありがとうございます。もともとはね、ベーシストではあるので、ちょっとやっぱこういう機会にどんどん弾いていきたいなと思うし、あとライブでもなんかちょっと弾きたいなって最近思ったりとかね。ベースは翔太っていうね、ブレーメンの翔太が今弾いてくれてますけど、ダブルベースとかそういうのもいいなとかね思ったりしております。あ、すごい拍手マークがね、たくさんありますね。ベースの音最高ですね。コンサートでもやってもらえますか。そうですね、コンサートでもちょっとやりたいですね。なんか教会とかね、そういうのも一人でライブするときとかなんか良さそうですね。手すきダブルベース、まあでもなんか面白いと思うんで、いつかねやれたらいいなと思いつつ、まあまあベースばっかもあれなんでね、ピアノどうしようかな。今9時半か、そろそろね。さっきもインスタグラムでやってましたけど、子供を寝かせないとっておっしゃってる方もいらっしゃいましたね。まあね、お子さんが元気なのはねいいことですけどね、ぐっすり眠ってくれてるのか否か、
石の教会でお願いします。ああ、石の教会ってどこでしたっけ？わかります？軽井沢。軽井沢いいですね。じゃあこのテンダーザライブいずれ軽井沢軽井沢とかね、なんかねこう違う場所のね、それもまあなんかあの今年の夏とか弾き語りのなんか小旅行行ったんです。神戸と京都にあのこういう感じでピアノを現地でお借りしてやったのもあるんですけど、そういうのもねやれたらなってことを思いつつ、いろいろね楽しみにしておいてもらえたらいいんじゃないかなと思います。秋の知らせさらされてなお一つしかない心の深く揺れた笑み、霞んだ頃道は静かに始まりを告げるのさ。
知りもしない星がささやいた。行けるはずさ、きっと恐るるみたいな強。失ってもまた見つけよう、あの兆しを。行けるはずさ、きっと恐るに足らずよ、吸い寄せられた心。行けるはずさ、きっと恐るに足らずよ、失ってもまた見つけよう、あの兆しを。生き続けよう、チョイスという曲に続き、初めて弾き語りでやってみました。Have a nice day という曲でした。シュッ、ありがとうございます。1カメ1カメ2カメ、ありがとうございます。いやー、ね、いや、ちょっと
初めてやった、もう一回リベンジしたいぐらいの気持ちではあるんですけどね。でもなんか良さそうですね、弾き語りのバージョン。もう本当のテンポだったらもうツン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 ってめちゃくちゃ、これをねバンドアレンジでどうやるかっていうのをね非常に楽しみにしておいてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。皆さんいかがでしょうか。いや緊張した。この曲聴くと走りたくなっちゃうね。でもそうですね、そういう僕もなんかそういうイメージで作ったというか、こう誰かにね呼び寄せられるというのか、こう直感が呼ぶというんですかね、なんかそういったイメージで作った曲だったんで、そういった時のねこの心拍数上がる感じというのか、それがねこの曲に感じに出てるかなと思います。ありがとうございます。いやー今緊張したな。何やろうかな。そうですね、よし、じゃあビート流れます。
ライフという曲でした。ありがとうございます。月が見えたっていうね歌詞がありますが、そんな月が見えたそんな時にこそ歌うべき曲をやろうかなと思います。本当はなんかベース弾き語りもめっちゃ渋くていいんですけど、これはあえてピアノでねやろうかな。忘れたいと思うほど離れないんでしょう。寂しさも救えない過ちも秋が来るまで語りましょう。心がずっと世話しない時も潤んだ瞳に映してくら笑ってしまうほど輝いた月影、それはまるであなた。そう悲しさも優しさも時が満ちたら触れないんでしょう。何もかも忘れないように秋が来るまで踊りましょう。いずれはきっといなくなるから、潤んだ月から見守ろうかな。泣いてしまうほど鮮やかさ星影、それはあなた。ララ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 ラ。もう何もか
ムーンという曲でした。危険な斜め白黒選ばなきゃダメか心の中の模様は見えるかいそうか単純かこの声が霞むとしてもしくじったとしても希望が消えても四六時中いつも変わらぬ心
流されないままに漂っていたいだけさ。涙がいくつも音を立てるなら、絡まった想いを解くだけのことで、行方もない思いが灰になる前に手を取りたいだけ、無邪気なままで。ラララララララ Hope という曲でした。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか？一瞬沈黙してみたらどうですか？ね。いやいや。ありがとうございます。Moon という曲が続きまして、Moon という曲から続いて Hope。そしてその後にもう一個つなごうと思ったんですが、一回ちょっと仕切ってみました。アルバムどうですか皆さん。まあ本当今日出たばっかだからね、なんか一周聞きました二周聞きましたって方もあの中にはいらっしゃって、非常にこうありがたいんです本当に。まあでもやっぱこうたくさん聞き込むことで、なんかきっとなんかそれぞれのシチュエーションだったりとか、なんかこうタイミングってあると思うんで、なんか皆さんの、まあ、好きなタイミングっていうんですかね、まあ、このものをやっぱ秋に出したっていうのは非常にあのいい時期だったかなって、個人的に毎年秋にアルバムを出してるんですけど、なんかこの秋に聴くにはすごい自分的にも気持ちいいんじゃないかなって思いますし、まあこういろいろ噛み締めるね、なんかあの季節じゃないですかやっぱり。なんかそういうところでじっくり聴いてもらえるのが僕的には一番嬉しいかなと。で、まあ長くやっぱ愛してもらうってことが一番こうありがたいことなんでね、まあ、今日出たばっかですけど、ぜひ、ね、今日全国記憶ねやりたいなとは思いつつ、まあやっぱこうちょっとバンドで普段ねライブもやってるんですね。まあその僕含めて6人編成でよくライブをやってたりするんですけど、ドラムがいて松浦大樹、サックスに小西亮、コーラスにエイミ、ベースに高木翔太、パーカッションに、ギャラクシー松井名前一人だけすごいですけど、でそういうメンバーでツアーをね回りますんでね、この、まあ、10月札幌からスタートして宮城に行って福岡にも行って名古屋にも行って大阪にも行って、ちょっと順不動ですけど、で東京ファイナルがあって、まあ、11月のそれが21日ですね、ゼップダイバーシティまでにどこまでこのプリズマティックスのバンドスタイルが仕上がってるか、まあそれは本当に期待しといてもらっていいんじゃないかなと個人的にね思いますんで、ぜひ楽しみにしといてくださいよ。これ一緒、札幌参戦します。11月の東京ホールツアーでいいですよね。やっぱちょっと足も憧れはあるんですけど、ホールツアー東京行きます。
いずれは万平ホテル軽井沢ってさっき言ったからかな、万平ホテルね、いいんですよね。まだ泊まってはないんですけど、仙台行きます、韓国から行きます。おお、ありがとうございます。さっきの人かな、ねえ、あ、 iTunes R&B 部門1位だったみたいですね。なんか非常に、まあ、この出たばっかっていうところですけど、非常にありがたいし、まあ、たくさんの人にやっぱ聞いてもらいたいんでね、たくさんなんかシェアしてください。世の中には素敵な音楽いっぱいあるよねっていう、そんなね、まあ、僕もなんかこう歌としてですね、なんかこの誰かをターゲットとかするんじゃなくて、なんか自分がまあ人としてなんとなく思うことだったりとか、みんなに共通するものを探して曲にしてるので、なんかそういった意味でみんなの曲になってくれたら嬉しいなというふうに思います。Thank you.
この気持ち巡らせて、ロンリーという曲でした。ありがとうございます。話したいの今ここでさ、まあコメントでね、いっぱい喋ってもらってますね。嘘じゃない、ただこの時を逃したくはないんだ、ないから嘘じゃないさ。
繰り返しては君に渡して今と明日も回そうさそれだけさそれだけさここからコメントを歌にしてしまう、うん、やってみるか話したいのエンドレスだとても幸せな一日でした私こそ朝早くから喋って夜はこんな風に話せる幸せでさえ最後かどうかわかんないですけど、僕的に最後っぽい感じでやってみようと思います。透明な体をすり抜けて溢れた気持ち、いつでも見せて天国。地獄かもわからないそんな幻想でさえあなたと見たい時に惑わされてもそれでいいんだろう忘れないで全て
はい、ありがとうございます。いやー、初めて最後にプリズムという曲を、歌いました。これはもうこのアルバムの中にも入っている曲なんですけど、非常にこのプリズマティックスというですねアルバムを作るにあたって締めくくりとして絶対に入れたいなと思って、作った曲をお届けしました。まあ、音像をね聞いていただければ分かる通り、こう最後はバーッとこうスケールが広くなって、なんかまるで眩しい光を見てるようなそんな感じの音を目指して作ったんですけど、まあこう、まあ、いろんなことあるね世の中じゃないですか。本当に僕も今年かなりこう目いった時があったりとか、もうかなり悲しい時もあったり、怒りが込み上げそうな時もありましたけど、でもやっぱそういうのを全部自分で受け入れた上で、その中でまあ僕は天だという名前をね、優しさっていうことをやっぱこう考え抜いてきて、まあ、その結果が答えがもう全部出たわけではないんですけど、まあ、それを考えられたってことがすごく価値があって、その中でこのプリズマティクスという作品を作りながらいろんな自分の感情を認めることができたかなと思います。それはもうあくまで僕の話だし、皆さんは多分皆さんでいろんな感情の色がきっとあると思うんで、そんな皆さんの感情の色にこの音楽が添い遂げられたら、いい具合に近くに入れたら、そんな思いを込めて作ったので、ぜひたくさん聴いてもらえたら嬉しいです。はいね、途中ねこのコードを気になるっていう方がねいたんでね、ちょっととっさにやったりしましたけど、これはねもうなんか無限にやれちゃうんですけどね。この最後締めくくりだろうっていう曲をやっときながら、僕はもう一曲だけやりたいと思ってるんですけど、大丈夫ですか、スタッフ的には大丈夫ですかね。はい、アンコール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 が、なんかそうですよね、やっぱライブとかだとこういうのがあるから。でもなんかこのやっぱ配信の面白さって、でもまあ皆さんなんかライブだとほら今だと声出せないじゃないですか、やっぱそれでなんかこうね、その前だったらいい意味でヤジをこう飛ばしてそこで伝わるものもあるんですけど、こういう文字で伝わるすごいありがたみっていうのをね感じますね、配信ライブっていうのは。ありがとうございます。セルフアンコールっていうことでね、まあ、この YouTube ライブ、まあ、Tender the Live 2ですからね、まあ、これが第何弾まで続くか、僕がおじいちゃんになってね、Tender the Live 50まで続くかも分かんないですし、まあできる限りやってみようと思うんですけど、アーカイブは残ります、残りますし、まあ、ずっと、まあ、この配信ライブなんでね、僕も数々のミスは犯しましたけど、あのミスっていうかね、あ間違えちゃったとかあったけど、でまあそれもライブなんで、まあこのありのままの感じ、そして、まあ、このプリズマティクスの曲たちをツアーでねこれからしっかりと皆さんに伝えていきつつ、あいやいや最後1曲やったらいいお知らせを2個ぐらいか分かんないですけどやってお知らせして私は今日帰りたいと思います。じゃあありがとうございました。これでもさすがにオフマイクだと入んないんすよね、あんまり入んないか。じゃあ気持ちだけ、
忘れらんないの静かな怒りは雨のようだった悔しい夜更けさ耳を澄ました静かな歌は晴れのようだった朝の日に似ていた笑ったその目でまるで見透かすみたいだ焼きつ全てが一生ものさその声の全てがほら今を生きる証いなくなっても血をたぎらせて筆を尽くすのさそんな男になったみたいだ全てが一生ものさこの声の全てが ありがとうございます。ギブという曲でした。はい。ありがとうございました。この YouTube ライブってなんかこの BGM もね、何もないんでね、このただただ一人でやるっていう感じだったんですけど、1時間半ね、あっという間にやってきました。皆さん、いかがだったでしょうか。
ね、あすいません本当に恐れ入ります、楽しんでいただけたら幸いです。まあ、改めてプリズマティクスが今日無事にリリースされました。であとはね、あのディズニープラスという、ドラマが見れる、ね、サイトがありますね。そのディズニープラスで全て忘れてしまうからというドラマが今日1話、生じゃね、1話配信ということで劇伴を今回務めたので、それもぜひ、入ってる方はぜひ見ていただいて、ね、こうまだちょっと入ってないんだよなっていう方もね、まあ、ちょっといい機会があったらぜひ入ってもらって、ぜひ見てもらえたら嬉しいですし、僕は本当もう早く10話まで見てもらいたいぐらいの気持ちなんですけど、楽しみにしておいてもらえたら嬉しいです。本当にアルバムと並行してめちゃくちゃ頑張ったというか、すごいこうめちゃくちゃ思いがこもっているので、ぜひ、ドラマと劇伴と、もちろんドラマがすごく素敵なので楽しんでください。そしてお知らせがありますね。9月16日に、NHK の朝一にあの出演をするんです。それはなんかちょっと前にあのツイッターとかでは言ったんですね。ツイッターとかインスタとかでは言ったんですけど、その朝一が朝8時15分でしたっけ、から9時50分ぐらいですよねまでの放送なんですが、その放送が終わった9月16日朝の10時に、ミュージックビデオを解禁しようと思います。どの曲か言います？言うか、アルバムの2曲目ファンタジーという、曲があります。かなりこうグルーヴがめちゃくちゃ効いた曲なんですが、ミュージックビデオをですね撮りました。実はちょっとその様子もなるべく出さないようにというところで、朝一が、放送終わってその後すぐ10時、まあ、もちろんね皆さん仕事があったりとか学校あったりとかいろいろタイミングがあると思うんで、10時に一応解禁されます。まあ、その日に見れるっていうことなんで、ぜひファンタジーのミュージックビデオ、そしてまあ、内容は見てからのお楽しみ、まあ、映ってるのは僕だけじゃないっていうことだけをねお伝えしていこうと思います。すごい個人的にもすごい思い出深いビデオになったんで、ぜひ9月16日ぜひチェックしてください。あとはこの、まあ、これはちょっとなんかこれ見えるかな、見えないですよね、これは絶対見えない気がする。ズームとかできるんですか、これは。ズズズズ、あ、こっちだ、あ、こっちだ、こっち。まあ、これなんだっていう、これね、ちょっとステッカーなんですけど、まあ、近々ツアーのグッズを発表しようと思いますので、まあ、発表というかね、あの、非常にいいものができた。実はそれは、この、これはそのグッズの、今回イラストとなっているものなので、近々グッズの紹介もね、ツアーがもう来月から始まるので、まだチケット買ってない方、もしいらっしゃったら、ぜひ買っていただいて、まあ、ちょっとねいろいろタイミングがあると思うんです。なかなかこうライブ行けないっていう方ももしかしたらいると思うんで、必ず、まあ、そういった方のためにももう来年も頑張っていきたいなと思いますし、今年来られる方はぜひ、各地でお会いできることを楽しみにしております。そんな感じかな、そんな感じですね。はい、じゃあ1時間半ね、もう僕的にはあっという間でしたけど、長い時間、短い時間それぞれですが楽しんでいただけたなら幸いです。じゃあこれにてテンダーザライブ2終わります。ありがとうございました、ありがとうございました。じゃあこれはどういうタイミングで止めますか、なんか、あ、じゃあ僕が手を振ってそのまんまふわっと終わっていくみたいな感じですね。了解です。どっちがいいですかね、こっちか、1カメ、ありがとうございました。
受けるはず。